なるほど、JICA海外協力隊。帰国後のキャリアが心配。今日本で、途上国で2年間ボランティアで活動された方っていうのは少数でしかなくて、そんな人はですね、今いろんな企業がグローバルに活躍する中で、重宝される人材になるのかなというふうに思ってまして、この経験はかなり役に立っているなというふうに思っています。国際協力のお仕事って、結構狭き門っていう感じのところもあると思いますし、向こうに行ってこう感じたことであったりとか気づいたことっていうのはキャリアに関わらず自分の人生の中で生かしていけるんじゃないかなと思ってます。キャリアはもう心配ないです。全くその JICA さんのおかげでオリンピックの代表監督としてリオの2016のオリンピックに行かせていただいたんですけども、そのキャリアっていうところで、帰ってからもいろんな評価もされましたし、その自分が行ったその柔道単位として以外の部分でもその海外の人と話すっていうその度胸であったり、知らない言葉で会話をするっていうその対応力とかそういったのも磨けたので、そういった意味ではいろんなこう仕事の幅が広がったとともに、やりたいことも広がったっていうところで、帰国後のキャリアっていうのは必ず2年間一生懸命頑張れば何かしらのその道っていうのが絶対開くと思ってるので、僕は心配ないというふうに思っていますし伝えたいです。